皆さんお疲れ様です。はっちょこです。えりなです。お願いします。はい、今日は何を紹介するかと言いますと、前回ゆくゆくガールズと大トロで買ったバッグと夏服をご紹介したんですけれども、今回もまた午後シーンあたりでお洋服をいくつか買っちゃったのでご紹介していきたいと思います。今回はですね、コーデっぽい感じでご紹介していきます。ちょっとね、一部ね、私が以前に買った韓国通販で買ったものを織り込みつつご紹介していきたいと思います。じゃあ早速やっていきます。このズボンもね、すごいね、テロンとしてて涼しくて夏にぴったりなんですよね。これすごいお気に入りで、これは午後シーンオリジナルの自社製品かなっていうもので、なんか普通に売ってるやつより絶対的に自社製品って書いてあるやつの方が質がいいと思ってます。じゃらん、次のコーデこちらです。バーン、今詰めるっていうねはい、ここの胸元に何て書いてあるんだろう、ゴーイントゥーマーケットって書いてありますね。はい、よくあるちょっと読まれると恥ずかしいロゴ T シャツと、この間動画でもご紹介したこういうキロットみたいなやつですね。私韓国通販で T シャツ買うの地味に初めてで、今回買ってみたんですけど、タルーンという感じで着れるのがいいかなって思います。部屋着とかでも楽ちんに着れるのかなっていう印象です。ほい、着替えてきます。せーの。はい、着替えてきました。これは D ホリックで買ったものと、こちらのスカートはよくある韓国で購入したものです。結構もうこれだけ1枚で着ると露出が激しめのお姉さんっていう感じになっちゃうんですけど、今年の夏服、韓国の夏服、ノースリーブか T シャツかってぐらいしかなく、可愛いなって思うのが私的になくて、なのですごいね、ノースリーブ率が高めになってしまいます。こんな腕を見せびらかしてしまって申し訳ございません。じゃあ次のコーデ着替えてきます。購入したのはこの上の青いやつですね。青いなんちゃらかんちゃらっていう、これは午後シーンで買ったものです。多分午後シーンで、スカートはこれもスカートも午後シーンで買ったやつですね。すごいね、絶妙な水色が可愛いんですよ。でも本当にね、作りがね、もうただの切りっぱなしみたいなね、私でも作れるよってレベルのねやつなんですけどね、可愛いんですよね。いや嘘、作れないです。でですね、今回午後シーンとDホリックで頼んだんですけど、午後シーンめっちゃ届くのが早くなってます。本当にね、注文して振り込みして1週間経たないうちに届いたかなってぐらいめっちゃ早かったです。で、あとDホリックの方はちょっと振り込みから振り込み確認まで少し時間がかかる感じだったんですけど、届く日数的にはそんなに他の通販と変わらない感じでした。なので午後シーン様々ですって思っています。案件ではないです。はい、じゃあ次のコーデ参ります。はい、着替えてきました。最後のコーデがこちらです。はい、茶色大好きまーす。上のトップスはDホリックで買ったもので、スクエアのネックのトップスになっています。こっちがDホリックで、こっちが帽子で、別のサイトのものなんですけど、なんか色が似てるからセットアップにできるかなと思って合わせて買ったんですけど、スローブイエナ的な感じのコーデができたかなと思っています。この組み合わせがもしかしたら一番好きかもしれないです。はい、じゃあ今回はこんな感じでいくつかコーデをご紹介してきました。はい夏服なので、もしかしたらもうなんか見てる時期、もうこう動画を公開している時にはちょっと夏服なんて着れないよって状況になってるかもしれないんですけども、今回ご紹介させていただきました。この時期だと少し夏服とか安くなるかなと思うので、来年に向けて買うのもいいかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。それではこの動画がいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。